誰や、また携帯置いてた。誰や、どうされたんですか。僕のスマホ踏まれてるんですけど。え、マジですか、大丈夫ですか、はい、どうしたらいいですか。いや、グリグリやめて。あ、どうも、柴です。みんなスマホさ、胸ポケ入れとってさ、仕事中こう下向いた時にポローンって落ちてさ、うわーバキバキなったーって経験あると思うんですけど、僕はあります。何度もバキバキになりました。あとはね、もうここのね、このズボンとか浅いところに入れとったら、車乗った瞬間こうなった瞬間ポローンって落ちるんですよね。そんなんもよくあるし、なんせね、スマホって落としてバキバキになりやすい。仕事中は特になる。で、仕事中やっぱりさ、電池もなくなると腹が立つということで、今日はね、ちょっとね、面白いスマホ見つけました。こちらね、中華製なんですけども、ちょっと怪しいと思ってるでしょ。僕もね、ちょっと怪しいと思う。1万1000円ぐらいで買えるスマホです。で、これどの部類に入るかっていうと、タフネススマホって言って、すごい丈夫に作られてることを売りにしてるメーカーなんですよ。今日はね、それがね、どれだけ丈夫なんかっていうのを僕はね、検証していきたいと思う。これで丈夫やったら仕事用スマホにバッチリやと思うんですよ。ということで、まずはね、スマホ見ていきましょう。はい、ということで、こちらでございます。僕の指紋がいっぱいついてますけど、気にしないでくださいということで、まず横、ちょっとね、分厚いんですよね。やっぱりちょっと分厚い。高電源ボタンやね。おー、かっちょいい。はい、電源をつけますとこんな感じです。結構ね、色味が綺麗です。このフリック感もね、結構ね、いいと思います。で、 YouTube とか開いてみると、この明太子とか、ほら、色味がね、綺麗なんですよ。これはね、結構ね、液晶自身はかなりね、綺麗なんで、いいと思います。ほら、美味しそうでしょ、これ。はい、こんな感じでね、色味がかなり綺麗です。で、まあ、あとはね、あの、Android なんで、ほとんどもう一緒です。外見はですね、まあ、ここに SIM カードとメモリーカードね、こんな感じです。最初、ほんま手間取ったよ。これどうやって取んねんって。で、あとはね、ただシンプルですね。ほんで、充電はですね、マイクロ SD ですね。こうタイプ C やったらもっと良かったね。で、あとね、外観、これ後ろ全部ゴムです。やっぱ衝撃に強くするためにゴムなんだね。ほんで、これダブルカメラ。ね、これソニー製センサーだし、これフロントも。はい、こんな感じでございます。一応ね、ホームページを見てみましょう。はい、これ EV5500 堅固に作られ、壊れにくいということで、やっぱりね、これソニー製デュアルカメラですね。で、4400mAh、 いや、これすごいよ。ビッグバッテリー、生まれながらにして強靭である。落下、埃、振動、さらに極端な温度を防ぐために設計されてる。すごいよね。なんせ潰れないと。ゴムシールド、さっき言ったよね、これゴム。試験回数によって品質を保証するということです。スクリーンはね、結構綺麗でした。で、デュアルカメラね、結構綺麗に写真も撮れてると。で、このバッテリーがでかいよと。で、まあ CPU もそれなりに良くて、スムーズにいけますよってことですね。ノイズ除去技術、はい、これは仕事中いいかもしれないですね。冒険者のためのより良いアシスタント、おー、いいですね。はい、ということでね、こんなところでね、見ててもわからないんで、とりあえずこうお外でね、いろんななんか仕事中に起こる不運みたいなのを再現して、どれだけ丈夫なんかっていうのをね、僕が調べていきたいと思います。ということで、いくぞ。はい、ということでね、今から実験していきたいと思います。これね、まずカメラ、ちょっとどんなもんか。やっぱりね、携帯の指標っていうのはカメラでもあるんです。まずは、フォト。ちょっと車撮るね、僕の車どんな風に綺麗に撮れるか、いくよ。結構綺麗に撮れた。あ、まずか。じゃあビデオ行きます。やっぱムービーって大事やん。はい、ムービー。あれ、結構いけるやん。ちょっとね、けどね、24p で撮ってるみたいな、映画みたいなコマやね。ちょっと実際見たらどうなるか分からへんけど、ほうほう、まあそれなりに使えるね。そうやね、決して画質は悪くない。ほうほうほう。ということで、はい、これね、仕事中携帯バキバキなったっすやろ。なった。なったやろ。絶対落とすね。僕もこうやって、こうちょっと胸ポケないけど、こうやって胸ポケから、ああってやったことあるでしょ。あるある。これ、ね、丈夫さが売りな。ほら、全然びっくりもしないね、うん、だからもうまさにこうやって仕事しとって、はい、おっと、よいしょ、ああってなってもそんなやつ全然いける。全然いける、うん、だから結構仕事形態にはいいと思うんですよ。はい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 。まあ、僕はようヘッド乗るときにポケットから落ちんねんけど、はいはいはい、こんぐらいやったら平気。あ、うん、ここゴリラガラスらしい。ゴリラガラス、うん、
これが丈夫なんやけど、はい、ゴリラガラスも割れるときは割れる。ただこれね、はいはい、周りがゴムになってるんですよ、うんうんうん、だからねこのゴムで衝撃を和らげる。そのカバー自体は付属品じゃなくて元々がこういうあれなんですか。そう防水やし、だからあのほんまにもし駐車場でなんかしとって、駐車場ムービー撮ろうとしてましてね、はい、もう内側カメラこんなんでちょっとこうやって、うん、ちょっと車動かすわ言うて、はい、こうやってね、そんなやつおもろいやん。こうやって嘘でしょ。うわ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 、ふるふるふる、いや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 、大丈夫携帯割れてすらない。せやろ、誰か携帯全然割れてんやん。しかもムービー撮ってるやろ、まだ撮ってる撮ってる、ムービー撮ってるやろ撮ってる撮ってる、なにこの携帯そうそう、すごいなこれ。これどうすか、タイヤの肩はついてるけど全然液晶割れてないね。だから仕事無敵携帯。へえ、ほんま仕事中にこう置いとってほんまに踏まれても、あ大丈夫。これね今何をしたかっていうとサムネを撮りたくてとりあえず乗せてみたちょうどいいところで、これね全体乗ったら力が分散するから多分大丈夫なんですよ、はい、これね、あ橋か、そう橋、橋でスマホ操作できんで、これ気持ち悪い携帯やな。 YouTube かけよう YouTube。 ごめん無理や、タイヤに踏まれとってないわ。ちょっと今から携帯撮るわ、撮るわ、はい、いや前に行くの、え、そういうもんじゃの、え、踏んでるから、え、もう撮れた、いや撮れたけど大丈夫、すげーな、後ろ見て、やっぱり車の威力っていうのはすごいねんな。まあまあまあ、今から結構な勢いで、はい、行きたいと思います。じゃあ今から YouTube を流します。はい、明太子食べ放題、はい、かけます。じゃあね、いやいや、じゃあね何やこれシュールな絵は。いや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 、あ、大丈夫ですか、ちょっとスマホ踏んじゃいました、ごめんなさい。いやいや、あ、すいません、また踏んじゃった。あれ、まだかかってるよ、まだかかってる、まだ YouTube かかってますやん、まあ、この人喋ってるっすよ。さ、行こうっと、誰や、また携帯置いてた、いやいやいや、誰や誰や、もうレア派なんか言うとる場合か、踏まれてんのに。どうなりました。いや、全然踏まれてんのに後ろに飯食ってるし、この人、うわすげえこれ。何なのこの人。この携帯やばないですか。やばい。そんな携帯あんの。ちょっとグリグリしてるよ。乗ってて。そう。ガチ。ガチ。さすがに割れるでしょ。さすがにこれはちょっときついよね。グリグリしてみたいと思います。今乗った。乗った乗った。行きますよ。はい。グリグリしてみます。これはあのあれっすよ。携帯置いてて、はい、でそこに前輪乗られて、はい、駐車されるのにグリグリされたっていう。そんな時もあるかもしれない。グリ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 、いや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 、グリ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 、いや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 、どうされたんですか。なんかあの僕のスマホ踏まれてるんですけど。マジですか、大丈夫ですか、はい、どうしたらいいですか。いや、グリグリやめて。あ、ちょっと待ってください。バックして、すぐのけます。バックして、はい、いや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 、大丈夫ですか。うん、2回も踏んでったけど。あ、スマホがこんなことになりました。これカバーが取れましたね。あんたが取ったんや今はい、ということで、あの以上ね、このタフネススマホすごいね、それめっちゃ丈夫っす、はい、すごいね。見て、裏見て、裏バキバキやからそら、そこまで行ったらそうでしょ。ただ、それでも YouTube、ほら、うんうんうん、なんだこの人、ほんまに変な人大丈夫どうですか。いや、まあいろいろと突っ込みたいところは山ほどあるんですけど、はい、以上、ブラックビュー、車でめっちゃ踏んでみたでした。すげえな。最後のやっぱグリグリが効くな。グリグリはバレ効いてんねんはい、ということで全然なくなったじゃあ、でも見とってみるどこや、あ、おでか、やかましいわ。じゃあ切り替えいきます。はい、なんか映ってるなんかでも曇ってるけどなんか映ってる、映ってるのは映ってんね。撮ってみようか。はい、撮れた撮れたまあいけんのはいけんねんね。ビデオも撮れた。まあでも、まあそこまでぐちゃぐちゃ踏んだらあかんちゅうことやね。あ、これモザイクになるじゃん。僕モザイクやねこれいくらやと思う。でもこんだけ衝撃性とか防水とかあったら 4,5 万振るんちゃうんすか。これね、1万2000円。安っ安っ。仕事用携帯最強じゃん。やばすぎでしょ。それだ、 SIM フリーやから、はい、どこのんでも使えるから、格安 SIM 入れて仕事の電話用とかだけやったら全然これでいけるし、ネットも見れるし、へ、だネットカメラはプラスアルファって感じで、はいはいはい、もうほんま通話を、うんうん、この重要視してやるんやったら、こうやって喋りながら、うんうん、あ、
あそこ何々さんの、あーちょ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 みたいなもん余裕なんで、ちょっと面白い製品です。ある意味今回の動画の検証みたいな、こんなにグリグリ踏まれることはないですもんね。ないね。これ中華製スマホにしては優秀っすね。そう、中華製スマホってどんなんなんかなと思ってたら、はい、意外に大丈夫。それはやっぱり最近日本のスマホ売れへんわと思った。あ、うん、でこれにはもう一個上のプロっていうのがあって、はい、それはまたもっとすごいらしいから、へ、まあね、機会があればまた紹介したいと思います。とりあえず割れませんでした、はい、うん、はい、いかがだったでしょうか。こちらかなり丈夫でしたね。いや僕びっくりした。車で踏んでも大丈夫やねんやみたいな、これほぼ無敵やみたいな感じでした。はい、だからもう仕事中に使うスマホとしてはめっちゃいい。ガラケーとかよりも全然壊れへんし、仕事中スマホ持ってたらほんま落とすね。ね、よう液晶割れるからこれいいと思います。ほんでバッテリーがね大きいから、やっぱ仕事中って言ったら電池切れが一番困るから、それもすごい。ただちょっと僕がちょっとだけ残念に思ったのはカメラがですね、ちょっと良くないね、正直言うと。まだ静止画はまだしも、ムービーに関しては、まあ、FPS っていうか、まあ、P で言うとですね、24P、もっと下かもしれへん。撮ってる時にカクつくんですよ、だいぶ。このその辺はね、おまけです。ただ、11,000円というね、この破格なんで、そこはもう全然ね、許容範囲やと思います。11,000円でスマホが入るんですから、これはいい、丈夫で。逆にほら、子供なんかにスマホ与える時に、すぐなんか潰すじゃないですか。そういうのでもこれありやと思う。安いし。ということでね、今日はね、このブラックビューのね、BV5500 を、試してみたでした。またね、なんかね、あればやっていきたいと思います。次はね、もっと強固な実験をやってみたいと思います。ということで本日もありがとうございました。